はーい、こんばんは。みんな集まれ。来たかな。ちょっと来るまで待とう。カエルくんと牛くんがいるよ。ジュリナハウスの時の、ジュリナハウスの時の格好です。イエイ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 。はい、じゃあ今もうね600人ぐらい見てるということで話し出したいと思います。うん、いきます。 Good evening everyone. This is Julina. How are you? Good. I'm good. Are you ready for new single Black Pearl's Change Your World? Change Your World? Okay? It will publish onSK48 YouTube at 10:30 tonight, okay? Okay? Don't miss it! はい、というわけでここからね、日本語で喋っていきたいと思います。I speak Japanese, okay? 日本の皆さん、見てますか？こんばんは、ジュリナでーす。世界は変わるとかコメント来てますね。いろいろありがとうございます。今日ね、インスタグラムとか自分のツイッターにも告知してますし、ブラックパールのメンバーもね、みんなたくさん発信してくれたり、してるんですけれども、今日の10時にまず東海ラジオ 1+1+1 は3じゃないよで音源が解禁されます。10時から放送です。まあ、そちらの方で私も、まあ、このブラックパールについてたくさん語ってるので、この後10時からラジコを使えば全国で聞けるので、ぜひ聞いてください。そしてその後、その放送終了後、22時30分ですね。22時、30分に、YouTube で、SK48 の公式 YouTube で、ミュージックビデオが解禁されまーす。イエーイ。はい、というわけで、まあそうだね、見どころとかはね、いろいろ言いたいところいっぱいあるんですけれども、まあぜひ見ていただいて、もうそれぞれの感じ方でいろんな思いをハッシュタグをつけてね、つぶやいてくれたら嬉しいなと思います。ツイッターの方でも、でハッシュタグはみんながね、メンバーとかツイートしてるやつ同じの貼ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。いや、これね、ブラックパールをね、トレンド入りとかさせたいよね、みんなでね。そうなったらやっぱり盛り上がってるなとか、一緒に SK48 と恋落ちフラグっていうタグもつけてもらって、みんなで SK48 がこう世界でとか日本中で話題になってるよっていう、みんなで協力してね、トレンド入りとかさせることができたらいいなぁと思っておりまーす。はーい。というわけで、いつもよりちょっと見てる人多いかも。うん。707人。ありがとうございます。やっぱみんなそれだけ多分、ちょっとブラックパールのこと気になってくれてんじゃないかなとね、思います。はーい。というわけで、ちょっと早くだけど曲聴いたよって人がいる。うっそー、どっから聴けんのそれ。ほんまに？ほんまにとかで、なんで関西弁なのって話だけど。はい、というわけでこちらの方チェックしてもらいたいと思います。まあ、皆さんぜひね、ハッシュタグつけて感想をお願いします。あと YouTube の方とかにもコメントしてください。よろしくお願いします。すごい、 I love you とか来てる。 Me too だよ、 I love you too。 ブラックパンサーって、ブラックパンサーちゃうって、ブラックパンサーちゃいますよ、ブラックパールね。はい、というわけで、ちょっとね、最近何のドラマ見てますかっていう全然関係ない話題もありますけど、それはね、また今度おいおい話していきたいと思います。いろんな、今日はね、もうブラックパールについて、まあ、またちょっと質問とかあったら書いてくれたらいいなとかありますけど、まあ、実は、まあ、そんな中で本当はここでいろいろ話したいなって気持ちもあるんですけど、まあ、メンバーみんなにも気持ちを語ってもらいたいなと思いまして、なんと、今ね、21時半になったから、この情報もう言っていいんですけど。
明日夜ブラックパールメンバーでリレー形式でインスタライブを行うことが決定しました。よっ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 。その情報を今ここで初解禁しました。じゃじゃん。はい、というわけでみんなまたね、あの公式の方にも多分ツイッターとかでどういう形式でやるのかとかリンクとか貼ってあると思うんで、そちらの方からメンバーそれぞれのアカウントから見ていただいて明日のインスタライブチェックしてください。20時30分からです。リレー形式でやるので詳しいメンバーだったりメンバーのコラボとか誰と誰が喋るのかとか、それはまたツイッターとかインスタとか見てください。お知らせしまーす。はい、というわけで、うん、喉乾いちゃったから飲みます。I'm thirsty. Sorry. チャカマニョン。あ、マジですか？イエイって書いてある。タイ語喋ってくださいってなんな。何喋ろうかな。タイの皆さん、コップンかタイ語勉強しよう。I want to study タイタイ語勉強したいですね。っていうか逆に Teach me please って感じだな。皆さんのねコメントとか読んで勉強にすごいなるんで頑張ります。コップンカーコップンカー、あ、すごい、タイ語がいっぱいある、嬉しい、ありがとうございます。韓国語もある、감사합니다、사랑해、너무좋아해。はい、というわけでそのインスタライブ明日あるのでそのお話を、英語でもさせていただきたいと思います。というわけで詳しい話はまた明日、この後音源解禁されてミュージックビデオも解禁されて皆さんと一緒にね感想を話し合えたらいいなとか思っております。今日楽曲そしてミュージックビデオを聴いていただいて質問したいなという内容とかぜひ考えてもらったり、いろんな感想をメンバーに直接伝えてあげてください。よろしくお願いします。明日質問たくさん受け付けますよー。タイ語で可愛いって書いてくれて嬉しい。ありがとうございます。あ、インドネシアからも。ありがとうございます。インドネシア語はね、ちょっと難しいからちょっと頑張らないとね。中川遥香さんにたくさん教えてもらおう。ちょっと落ち着きますね。疲れちゃった。何話せばいいんだっけ。まだね30分あるからね、結構なんかブワーっていろいろ言っちゃったけど、とりあえずじゃあ明日のそのインスタグラム IG ライブの話を英語で言います。日本のみんなちょっと待っててね。いきますよ。I speak English. Hi everyone. Also, we are going to arrange IG live for Black Pearl. I hope you enjoy it. いいですか？ IG live tomorrow night 8:30. Okay? Don't miss it.みんな分かってくれたかな？ OK？ ジューリナーとか書いてある、嬉しい、ありがとうございます。休憩やっぱねこの
インスタライブとかの配信とかはやっぱね、もう元気にハキハキジュリナだよって感じもいいけど、ちょっとゆっくり落ち着いてお話ししたいなっていう気持ちもありますけど、今日はたくさんお知らせすることがあったので、アイドル松井ジュリナを前面に出してみました。すっぴん超可愛いって書いてるけど、すっぴんじゃないよ、ノーメイクじゃないよ、メイクしてますよ一応。でもめちゃくちゃ薄いお肌ね、ファンデとかあんま塗らないんですよ自分は、厚く見えちゃうからあんま塗らないの。 Love you so much ってきた、ありがとう、 Thank you Thank you for your support。 痩せた痩せたって書かれて、やったやった、もう卒業に向けてねかなり調整してますよ。コロナが落ち着いたら栄に一度行ってみようかなとか、嬉しいですね、ありがとうございます、ぜひぜひお待ちしておりますし、私のいるとこに来てください。アイドルじゃなくてもいいよ、アイドルじゃない方が好きかな、ジュリナさんはって来てる、どういうこっちゃ。松井ジュリナ一人の女の子として好きってことなんかな、まあでもそれは嬉しいですね、ありがとうございます、どんな私も、うん、応援してほしい。まだ卒業しないでよねとか書いてある、卒業寂しいな、だって嬉しいですね、なんか素敵なコメントばかりで嬉しい。リップどこのよく使うとか、女の子からですかね、結構女の子からそのメイク系の話されることとか多いんだけど、やっぱりメイクポーチ自分もね今ここにあるんだけど、中を見せたいところなんですけど、まあそういうのこれから YouTube だったりとか、まあ、そういうね、なんか紹介できるコーナーとかをね作りたいなと思ってます。英語上手ですねって書いてくれて嬉しい、ありがとうございます。私もねまだまだ勉強中で、本当にスタッフさんにお話できる方がいるので、もうたくさん教えていただいてやっております、たくさん勉強中です、皆さんも教えてください。Teach me please. English teach me please. 本当にもうみんなに教えてもらいたいですよ。もうコメント、その海外の方々からのコメントめっちゃ増えてますね今ね。見てくれてる人が嬉しい。海外の方からのコメントとかやっぱ読んでって、あ、こういう風に読まなきゃってなったら、ちょっとずつなんか英語自分でも分かってきて、これどういう意味ですかって英語分かる人に聞かなくても自分で見て内容が分かるようになってきたんですよ。でもそれをなんかまた返信する、お返しするってなるとすごい難しくて、だから今は読んで、あ、こういう意味だなって理解できるようなレベルにちょっとずつなってきました。お、猫やプロデュース48、猫やプリーズとか、そういう、ね、多いんですよね、本当嬉しいです。YouTube とかでも語ってみようかな、48ね、プロデュース48の話とかも落ち着いてね、あの頃話せなかった話とか、そういうのとかもいろいろ語ってみたいなと思っております。今回は私自身が作詞させてもらったので、なんか皆さんからのこうリアクションがすごく楽しみだなって思ってます。ガクトさんの YouTube でネイティブな発音ができる英語あるよってきた。ガクトさんね、私ガクトさんを初めてライブ見に行ったアーティストの方なんですよね。それほんと昔から応援してくれてるファンの方は知ってると思うんですけど、で AKB のライブとか SK とか AKB のライブかなに来てくださったこととかもあって、いつかね、なんかコラボとかできたら嬉しいんですけどね、 YouTube とかで。タイにおるけどタイでおジュリめっちゃ人気ガチでって書いて、うっそー、リアリー、ほんと、めちゃくちゃ嬉しい。でもこの方はじゃあ日本の方なのかな、めっちゃ嬉しい。やっぱコロナが落ち着いたら、この状況が落ち着いたら、タイの皆さんにも会いに行きたいし、
まあ日本で例えばライブやっても全世界まではいけないかもしれないけど、こう世界の方に見ていただけるようになんかできたらいいなと思いますよね。ジュリナズシェアルームとかも海外からも見れるようになってるんで、本当に SK48 のパワーだったり松井ジュリナのパワーが世界にも届いたらいいなと思いますね。格付けに連れてってもらおう。そうだね。私、浜田さんもめちゃくちゃ好きだし、でもめちゃくちゃポンコツなんですよね。私。めっちゃ怒られそう。だから、格付けね、一緒に出たい。出てみたい。羨ましかった。この間見ました。倖田來未さんと、ね、やってたやつ。二人とも私めちゃくちゃ好きだから、めっちゃ神コラボと思って、もうファンの目で見ちゃった。オーディションで歌った曲も倖田來未さんの歌だし。って思っちゃいました。広島来ますかとか、やっぱみんな、そうですよ、タイでおジュリは人気って書いて嬉しい、嬉しいですね。なんかそうやってね、こう私の日本で応援してくれてるファンの皆さんにも、なんだろうな、すごくこう私を応援してくれてることに誇りを持ってもらいたい。なんかこうやっていろんな世界で活躍してるジュリナを俺たちはデビューから見てきたんだぞとか、卒業立ち会ったんだぞとか、知ってるかってみんななんか自慢したくなるようななんか人になりたいってすごく思います。なんかもうコメントとか見てるといろんな思いがポイン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 って出てきちゃうから、ちょっとどうしようって感じなんですけど、話が止まらなくなっちゃって、気づいたら10時過ぎてて、あれもうラジオ始まってたとかなりそう嬉しいです。なんかツイッターのリプとかでもリプ返すときに多分ハッシュタグつけられるじゃないですか。そうすると私たちも感想を見やすいから、みんなハッシュタグつけてリプライしてほしいです。つけれるよね。つけれなかったっけ。若干すると疎いからね。インドネシアでもジュリナ人気だよ。だって、お、嬉しい嬉しい、イエイ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 。じゃあ頑張ろう。もう言葉だね。言葉を本当に頑張りたい。やっぱりパフォーマンス、ダンスとパフォーマンスから自分のこのエナジーっていうか、そういうものはみんながこう受け取ってくれてるから、自分の思いをしっかり言葉にできるように頑張りたいと思います。つけれるはずって書いてある。ありがとう、教えてくれて。皆さんぜひメンバーにね、リプライするときもハッシュタグにブラックパールとか、チェンジュアワールドとか、SKE48 とか、ぜひタグ付けしてください。お願いします。つけれるんだね。多分それもカウントに入るからね。もう、やっぱ私は、そのファンの皆さん、SKE のファンの皆さんが、こう一つになって、みんなで盛り上げようってしてくれる、それがすごく好きなの。この間も、なんか朝の情報番組とかで、こよちフラグのミュージックビデオが解禁された時に、ミュージックビデオが解禁された時に、松井ジュリナがトレンド入りしたんですよね。それびっくりして、 J-POP のトレンド入りかな、したみたいで、すごく嬉しかったです。本当にありがとうございます。だから今度はブラックパール、チェンジアワールド、それがねトレンド入りとかしたら、いろんな人に見つけてもらえて、 SK のことをたくさんの方に知っていただけるんじゃないかなと思っておりますので、皆様ご協力よろしくお願いします。はい、明日誕生日、おめでとうございます。ハッピーバースデー。さあ、というわけでこんな感じでまたね、インスタライブどんどんやっていきたいなと思っております。やっぱ今このコロナ禍の中でなかなか皆さんと直接お会いできないっていうこともあるので、本当にファンの皆様と少しでもこう繋がってるよと感じていただけるように、こうやってインスタライブまたやっていきたいなってすごく思ってるので、また遊びに来てください。たくさん語りたいと思います。ジュリナハウスもよろしくお願いします。はい、というわけで、韓国のファンはあなたを待ってますって言ってくれてんのかな。嬉しい、ありがとうございます。サランヘー。カジャカジャ。カジャカジャ。
嬉しいですね。ありがとうございます。シャツのワンちゃんかわいい、ありがとうございます。まあ、というわけでシャツのねワンちゃん触れてくれたということで話しますけど、本当にねみんなでこうまた SK を盛り上げていきたいなと思います。 SK 全員で SK だと思います。ファンの皆さんも含めて SK ファミリーです。なのでオリコンもナンバーワンワン見られるように皆さん応援よろしくお願いします。はーい、というわけでこんな感じで本日は終わりたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。最後に今日言ったお知らせもう一回言いますよ、手短に。本日の22時からこの後、この後22時から、1+1+1 は3じゃないよで、ラジオでチェンジ・ユア・ワールドの音源が解禁されます。そしてその後放送後に SK48 の公式 YouTube チャンネルで、ブラックパールが歌うチェンジ・ユア・ワールドのミュージックビデオが解禁されます。ちょっと前からね待機できるようなプレミアム配信にスタッフさんがしてくれたみたいなので、皆さんでコメントでも盛り上げながら終わった後も感想を言い合いながら楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ最後に、ふなんかお仕事終わったって感じ。お仕事っていうかなんて言ったらいいの、お仕事っていうか、まあ楽しんでるからね全然いいんだけど、やっぱこう伝えなきゃと思うとこうグッてなっちゃいますよね。というわけでとにかくみんなで盛り上げていきましょう。そして明日の IG ライブぜひ見てください。 Thank you for watching. I love you. See you tomorrow. Bye. またやるよ、インスタライブ。アーカイブのこそ。バイバーイ。この後みんな絶対見てね。聞いてね。よろしくね。バイバイ、また明日。今夜、ブラックパール全貌が明らかに。あっ